京都国際漫画ミュージアムとは、京都市中京区の旧、竜池小学校跡地にある、日本最大の漫画博物館である。国内外の漫画に関する貴重な資料を集める、日本初の総合的な漫画ミュージアムとして2006年11月25日に、開館した。明治時代の雑誌や、戦後の貸本などの貴重な歴史資料、現代の人気作品、世界各国の名作など、 約30万点を所蔵している。竜池小学校改修前、外観模型施設入り口屋外で漫画を読むことが、可能自由なスタイルで漫画が読める敷地内にある竜池小学校跡の石踏み、京都市中京区漫画学部を持つ京都精火大学と、土地、建物を提供した京都市によって、共同事業として整備が進められたもので、現在は、市と大学で組織される、 運営委員会のもと、大学が管理、運営している。近世思想史や美術史などを専攻する研究員4人が所属し、漫画文化の研究に当たっている。施設は廃校になった、旧、留意化小学校の校舎を改築して利用している。旧、留意化小学校の本館、校堂、北校舎、正門及び塀だった建物は2008年7月23日に、 国の登録有形文化財に登録された。一般公開のギャラリーゾーン、研究ゾーン、資料収蔵ゾーン、地域利便施設によって構成されており常設展示、企画展示、留置歴史記念室のほか、ミュージアムショップ、喫茶が併設されている。ミュージアムの顔としては、総延長200メートルの書夏に5万冊が並ぶ、漫画本の壁がある。また、 国外の芝生に漫画を持ち出して読むことが可能。一度チケット購入すれば、その日のうちなら何度でも再入場も可能である。日本国内の資料以外に、世界各国の日本漫画の現地版や日本以外の国の漫画が、書庫に3万冊以上収蔵されるほか、開花に約五千六百冊が設置されている。それらの収集には、オーストラリアのモナシュ大学日本研究センターや、 ドイツのライプツィヒ大学が協力している。2016年に開館10周年を迎え、記念式典には、京都市少年合唱団の男子グループ、光も参加した。日本漫画学会の事務局が入居する。また、施設と連携した原画アーカイブを構築する構想がある。など、館内の展示物などの撮影は禁止されています。京都国際漫画ミュージアムの公式サイトに、 館内の展示物、書籍に関して、写真撮影、ビデオ撮影は、著作権保護のためご遠慮ください。と記されています。館内の個人で撮影した、無許可の掲載は控えてください。この件については、ノート、京都国際漫画ミュージアムを参照。ありがとうございます。